んですよ。はい、はい、あちこち。すごい。そんな時にお二人は福島に行きましょうということで行かれたもんですからね、まあそれを聞いて日本のお坊さん方もね、非常に恥ずかしくなく5円、うん、こんな大きな蔵でね、しかも2階建てでしょ、うん、地下室もあるんですけどね、地下室こんな蔵は地下室あるよ、まあ、今年は牛年ですからいいことがあるんじゃないかと思って期待してるんですけどね。なるほどなるほどね、これは雷流なんですね、雷にこう乗って天に上がっていくという感じですね。雷流の国、はい、そしてそこで仏教を築かれて、はい、素晴らしいな。これは割とブータンとかなイメージに強かったんですけど、そうですね、これが割とあれですか、普段行くと何じゃないか、うん、民族衣装、うん、民族衣装、6000メートル、7000メートルね、世界一の高い山がつながっているわけですね。パラに似てる、パラに似てるの、うん、どの辺がですか、そのパラに似てる、真ん中に川があって、ああそして両側ですね、はいはい、川の両側はだんだん畑のあれでしょ、さっきありましたね、はい、あ、いらっしゃいますか、二三人がいるんですけどね、今日いらっしゃらないですか、おりますよ、あ、本当ですか、うん、この唐辛子大好きです辛いもの、はいはい、常に我々が食べるものに、うん、さらに、うんうん、さらに唐辛子系統を入れて、はい、これライブされてるんですか、うん、これですよねすごい、おー、聞いてみたい、ソナノソナノ、それは4文字、4文字、ブータンの名前、パープに立ちする仕事してソナノ、ちょっと私